まあ今回はね、三宅島いた過去の動画にはなるんですけど、あの、迷子獣を見に行って、まあ、洋岸や噴煙の時のあの樹木ですよね。それをまあ、正座する私が見たらどうかって。だから、いろんな文献とか、あの、ご当地の資料とかはあるんですが、あの、正直信用してないっていうよりは立場が違うので、まあ、私が見たらどうかっていうのと、実際ね、この C の木の方の系統で、あの、あまり表ではなくてないですけど、あの、頓挫したあの事業がいくつかあるんですよ。これの有効利用とか言って。 うんただ私全然関わってない授業なのであの実際私が見たらどうかって言った時にちょっと検索したら宮城島にあるってちょっと他のねあの影響の方も調べたかったのでじゃあまあこの前に、ね、沖縄も行ってるんですけどあの今回宮城島に行った時の画像を流してみたいと思いますえっとまあ東海気船の方でまあ、夜行ってですよねであのバイクを乗せてなんですけどまあ、画像出ますがあまあねあの揺れまくって 船,船に慣れてない私はちょっときつかったですよねでちょっとねあの注釈のテロップを流しますが、えっとね、お手伝いのあれであのせっかくこういうとこ行くのであの撮影もしたかったりしたのであの助手のモデル連れてったんですけどあの結局好転で全然あの着ぐるみみたいになってますが一応名誉のためあの実際はあのスタイルいい子なのでちょっと失礼があっちゃいけないので画像上はあの着ぐるみ助手みたいなのが登場します。で画像ちょっと一回私ナレーション切りますので音聞いてみてください。 まあまあ風は強かったですよね。まあ住まわれてる方に失礼なっちゃいけないですけど、まあ風は強いかったです。まあ、あの、平穏の時もあるかもしれないですが、まあね、バイクで行くっていうのが、私ね、こういうのが全部分かる時に行きたいんですよね。だから条件が悪いの、喜んでますよね。まあ、だんだんだからついてくる人いなくなってくるっていうのが現状ですけどね。でも、まあ、とりあえずね、こういうとこの島のとこ、割にね、朝飯やってるとこあるので、まあ朝飯をそこで食べて、 で、まあ、あの、上スポットを回りながら、ま、あね、実際言うとね、えー、っと、上陸して、滞在時間でメインでね、4、5時間しかないので、すぐもう帰り日に乗る形で、私の活動してる人がいればですけど、あの、ほぼほぼ全く時間がないので、常に強行軍なので、一瞬行って、一瞬で帰ってきてましたね。 でね、ここ、ちょっと前の画像にはなるんですが、あの、ちょっとは走れるとこ、あの、この溶岩の中のとこに少し車を乗り入れ,れるとこがあったので、あの、一応固まってるように見えたんですが、雨は降ってますの、わかりますよねん。もうね、ぐちゃぐちゃになっちゃってて、あの、埋まっちゃったりしましたね。で、画像いきます、どうぞ。何かおかしいんですよ。何かがね。 まあおかしいっていうかこういうところでちょっと熱遠征がありながらあの枯れたものとかっていうのの枯れ方が違うっていうのを見た形ですよね。もう画像次行ってますがあ強いですよね何か生えてましたよね何か生えてますよねあってことなんですよね。まあここはね一応ねあのプレートが飛んじゃってたので全部が提供してるかそのエリアだけ植えてあったか分かんないですかそれから活着してあるのも勝手についてるのもあると思うんですけど。 あの、抵抗性松の方のプレートが転がってまして、<laughs> まあ、この風ですからね、なかなか同じ場所にあって、これについてはね、品種とかの間違いがあるかもしれないですけど、結局、マ、ま、ツ、あ、は強いなっていうことは実感しながら、ちょっとね、それもだけど、この溶岩の中のとか、あの、一部にね、見える、あの、枯れてるものがいくつかあるんですけど、その枯れてるものとかって、まあ、 熱がかかってとかですよね。あの、噴煙の影響だとか、この溶岩流の一部にちょっとね、見え隠れしたりだとか、まあま,まあまあ、死骸というと失礼ですけど、そういう形のものがあったりだとかっていうのちょっとね、あの、見つけたりしながら散策をした形ですよね。で、まあ、ある種再生が始まってるってとこですよね。何が再生してるかはよくわかりますよね。で、これも炭化したものとかも見たりですよね。で、あの、少し、あの位置、一眼にちょっと私も忘れちゃったんですけど、あの、上のところに、 で全体見渡せるところであったけどやっぱり、ね、風が吹く方向結構ねどちら側からもまあ実際ねあの立ってるののが大変でしたねこの時はあのだからバイクここでこうやって自立させてって揺れてるとこがうまく取れなかったですけどあの、ね、バイク倒れるんじゃないかなって荷物がなければほらそうなる抵抗ないんですけどね、まあ、風当たりが強いなっていうのは思いましたね。 でいくつかの,あの、まあ、観光の方は、ね、見てもらえれば、もし行かれる方があれば出てるので、そちらは私全然説明もしないですし、今回はね、あまりプラスの説明はしないです。あのカラーチェックをしてもらえればと思います。あ,あるしね、私からするとね、これはね、あの向こう溶岩流の跡がありましたけど、山の機能的なカラーだと、あいい感じでしたね、うん。今ね、日本こうなってないところが多いですよ。 細かい品種とかいろいろ言われる方がいるかと思いますがこの前ごしのとこであの一部画像を出しますがあの山の中の湿度とそういうのが適正に保たれるとあの割に今こういう展示物って周りが何がないのが多いのでどん,どん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 木が乾いていって木の希望しない状況に あのみんなが見せ物扱いしててるってこ,とです、ねまあ、この木も本当はね見つからなければよかったなってまあ私も見つけていったから人のことは言えないですけど見つからなくてこの周りさえも整備をされなければもっとあのいい受精をしてたかもしれないですよね。今つくが立ってますけどあれああいうのが本当はねしだれて下につくくらいでもよかったような気がしますよね。そううするとね他のもののもが出てってっいうの 次がですねこのメインのシンボルツリーが残るかっていうのとはちょっと違うのですがあのこういう観光化をしなければあのこの木が例えば折れて折れたところに次のものがっていう次のことができるんですよね。あの天然記念物だとかそういうものにしちゃうとそういうあの人間は見て「おお!」って思うかもしれないですけど木の方はあの地にあの幹を下ろしたがってるんですよね。下ろししたがっててるるのをつっかえぼうしてる で、下ろした時に次のものが出やすいようにマップにしますが、あのそういうものを作ってるんですよね。だから、あの朽ちるっていうのはね。ある種ね。いいんですよね。その朽ちた時にあの土に触れさせないっていうと乾いちゃうので、あのそういうのがただ。単にあの木としてあの自然界としてあの次の連鎖に繋がらなくなっちゃいますよね。 この後ねちょっと、まあ、風も強かったですけど、まあ、景色もね別の意味で抜けるような感じで良かったんだけど目が開けれなかったりしてましたけどねあの画像の方の先,先に説明しますが写真のいくつかの中であのモニュメントみたいにあの枯れた木が熱の中で枯れた木がいっぱいで下に緑の緑の再生がしてますがあの、ね、例えば言い方があれかもしれないけど土層火層の差がここで出ると思いますあの火を加えたものっていうのは土に戻りづらいんですよね。 うん、だから私ね、あの、常温が常温がっていうのがすごく好きなんですけど、あの、自然界にある熱の中でしかやらないっていうのが私大好きなんですけど、製材の温度もそうしてますけどね。この後、ちょっと長めに出る写真の画像がそうなんですが、奥にモニュメントみたいにブワーッと並んでるんですけど、間違ってたらごめんなさいね、現地の人とかも違うだろうって言ってるかもしれないですけど、あの、一般主力になったもの、あのね、要はね、あの、土葬の骨とかはすぐ土に戻るんですけど、あの、仮想のもの、私、 今年ね、墓じまいしたんですけど、去年から今年か。だけどね、あのね、父の、だから50年くらい前の子でも割に残ってましたね。あの、土に帰らず。あの、それが、あの、同じように今、木がそういうことになってる状況だと思いますね。まあまあ、あのね、もうすぐ戻るので、あの、ランチだけあの近くで食べて、 ってとこですよね。あの、遅れちゃいけ、帰ってこれなくなっちゃうので、でね、強風なので、立花丸来てくれるかなとかってちょっと心配してたんですけど、あの、画像の方はターンする画像を見ててもらえればですけど、かっこいいですよね。あの、そう。だからいろんなことで、今、あの、熱をかける加工だとかっていうのでも、あの、私とすればね、あの、気っていうのは熱をかけちゃいけないっていう大原則が昔から言います。 あの小引きの文化もそうですしあの例えば伐採でチェーンソーでカットするもそうですけどあれで伐採でもねもの物によっても80度くらいの熱をかけてます。で今ねあの画像とはちょっと違っちゃうかもしれないですけどあの伐採の方金がねほとんど水揚げしてない樹木に対してあの通常の,あのチェーンソーの切削温度ってあの先端バー,のとこバーの先端が80度くらいいくんですよね。 あのそうするとね、ちょっとやばい状況が山で起きるのを今皆さん多分ね、毎日やられてます。あの、ご興味がある方っていうより、あの、動画で、あの、少し見てくれてる方がいたら、今伐採するっていうのは本当はね、私だったらできないですね。あの、ちょっとね、考えを変えないと、あの、バーのとこでって言ったのが、例えばくすぶってっていう可能性があるくらい、うちに入ってくる、あの、今季の伐採の丸太も乾いてます。あの、 それはご注意を。<laughs> 全然画像と違いましたね。あの、ただ私ね、あの、いろんな画像、あの、動画を発信してて、あの、皆さんと、あの、一般、世間一般で、私しか言わないとよく言われますが、あの、林業をずっとやってきて、あの、誤差がかなりあります。 で常に私も多分これ動画作っといてかなきゃっていうのとでこれで5年後言うことが違うってその間にね環境も変化するしあの国でやる事業だとか例えば周りのことでもいろんな産業構造でもあの森林って変わります。で私あの焦げた気を見るっていうのはすごく私からするとね辛いとこなのであの、そうですねあのモニュメントみたいに立ってた木ああいう風に本当はしちゃいけないなって と思いますがただその後でねああやって活躍してる松ートを見るとあの私の住む八ヶ岳っていうのがあのまあ神が宿るとかってよく言われますがあのね再生するものをねあの土壌的に結構持ってるんですよね同じうなのとこで今松林があったりそれよりもうちょっと年数がいくあのそうですねもみの木があったりしますよね。でそういういののをね今みんなあの松いで 切っっっちゃったりだとかって多分私これはね勘違いだと目利きの私からするとマツクイムシ系統のものをかなり引いてますし今マツクイムシと関係なくあの枯れてってるのはあのそれはあの土壌が痩せ方向になった時に栄養供給側になって先行枯れするっていうのを松はもともと言われてるんですまあ内容成分見てもらえれば分かりますけど白白と黒って感じですよねで赤松白っぽいですよね。 でそういういのが、ね、何年か繰り返していって土壌再生をする橘の丸のターンの画像がかっこよかったので長く撮っちゃったのを長くそのまま入れてるあれになっちゃってますがあのその様子がね分かってもらえればってだから赤松っていうのとか松系と他の松もそういうとこありますが長い気もするけどその土壌を再生するっていう意味もあるんです。だから松が枯れた時によろしくなって言えない それをバイオマスで持つってこと、あのそういう短絡的な考えで、あの日本があの林業。私、このまま行くとかなりまずいペースにあの突入すると思います。まあ、私はここに住みながら、あのいろんなことを発信して、あの今林業をやられている方、真面目にやってる方も多数はいますが、あのほぼほぼ間違いです。あの、それについてのことを誰かがずっとあの中を見ながらずっとやらなきゃ。 いいいけないと思いますね。私はそのまあ豪法性を背負ってるのかなってあの勝手に思ってますがまあそんな生活の一端を見てもらえればってとこですよね今回はねあの過去に行って三宅島の動画を少しお送りしましたあの参考にもならないですがあのもつしご興味がある方がいたらそういうことまで見てみればって思いますよね。 ほあ,の,みなあの,他の方が言われる方が私のところに現場ば来ましたがそうなんですよねあの富士登山鉄と思うんですけどあの植林をして万が一溶岩が溶かってあの噴煙が上がった時その時大地を何が再生してくれる何が大事か何が自生しているかっていうのをもう一度振り返った方がいいかと思いますまあ何かの参考になれば今回はそんな形ですまあ次々ねあの他にも調査に行ったので、まあ、参考程度にあの画像作ってあの載,せ載せとくんで。 サンゴリッシュあ,あバイク吊られてますねあそこで乗って戻ってきましたねこの時も。